近くで見るとほんとでっけえ。もうすぐ花が咲く季節なんですよね。どうせなら花が咲いてるところを見てみたかったな。そうですね、満開の花が咲いて町を守ってるなんて素敵です。私、フレンが戻るまで怪我人の治療を続けます。なあ、どうせ治すんなら結界の方にしないか。うん？魔物が来ればまた怪我人が出るんだ。今度はさっきのガキたちが大怪我するかもしれねえ。それはそうですけど、どうやって結界を？こんなでかい木だ、魔物に襲われた程度で枯れたりしないだろ。何か他に理由があるってこと？俺はそう思うけどな。お二人とも一体何をなさっているのですか？木が枯れた原因を調べているんです。難しいと思いますよ。フレン様にも原因まではわからなかったようですから。カロル、カロルも手伝ってください。何やってんの？ハルルの木が枯れた原因を調べているんだそうです。なんだそのこと？なんだじゃないです。理由なら知ってるよ。そのために僕は森でエッグベアを。ん？どういうことだ？土をよく見て、変色してるでしょ。それ、町を襲った魔物の血を土が吸っちゃってるんだ。その血が毒になってハルルの木を枯らしてるの。なんと、魔物の血が。カロルは物知りなんですね。僕にかかれば。その毒を何とかできる都合のいいもんはないの？あるよ、あるけど。なんだよ、言ってみなって。パナシアボトルがあれば直せると思うんだ。パナシアボトルか。行きましょう、ユーリ。きっと満開の季節になるとハルルの花はすごいんでしょうね。花びらの洪水で流されそうだな。花びらが空にひらひらと舞って、そこはもう夢の世界のような。家とか落ちた花びらで埋もれて、ここの連中どうしてんだろうな。掃除も大変そうだし。ユーリと話しててもなんだか楽しくありません。あいよ、いらっしゃい。今日は何がいるようで？パナシアボトルはあるか？あいにくと今切らしてるんだ。そんな。素材さえあれば合成できるんだがね。何があれば？エッグベアの爪とニアの実。ルルリ。けどパナシアボトル、先日も同じことを聞いてきたガキが。ハルルの木を直すんです。え？パナシアボトルを木に使うなんて聞いたことないけどな。ふん。あの、ニアのエステルが森でうまいうまいって。なら、エッグビアは？悪い、魔物は専門外だ。魔物狩りを生業にしてる魔が。あいつ、そのために森にいたのか。ルルリエの花びらというのは？この町の真ん中にハルルの木があるだろう。あれの花びらさ。普通なら魔導樹脂を使うんだ。でも花は。ルルリエの花びらはオサが持ってると思うから。分かった、素材が集まったらまた来るよ。カロル、クオイの森に行くぞ。え？森で言ってたろ、エッグベア覚悟って。パナシアボトルで治るって信じてくれるの？嘘ついてんのか。だったら俺はお前の言葉にかけるよ。ユーリ、もうしょうがないな。僕も忙しいんだけどね。
決まりですね。私たちで結界を直しましょう。エステルも来るの？当たり前じゃないですか。フレン待たなくていいのかよ。直すなら木を直せって言ったのはユーリですよ。ならフレンが戻る前に木直してビビらせてやろうぜ。持ってるの？普通ボディブラスティアなんて貴重品持ってないはずなんだけど。カロルも持ってんじゃん。僕はギルドに所属してるし手に入れる機会はあるんだよ。ブラスティアハックスが専門のギルド、ルインズゲートのおかげで出物も増えたしね。へえ、遺跡からブラスティア掘り出してるギルドまであんのか。うん、そうでもしなきゃ帝国が牛耳るブラスティアを個人で入手するなんて。古代文明の遺産ブラスティアは、ブラスティアがあれば危険な魔術を。やりすぎて独占になってるけどな。それは。で、実際のとこどうなの？なんで持ってんの？俺、昔騎士団にいたから辞めた選別にもらったの。ラピードのは前のご主人様の形見だ。選別って、それ盗品なんじゃ。エステルは？あ、私は貴族のお嬢様なんだからブラスティアくらい持ってるって。やっぱり貴族なんだ。ユーリと違ってエステルには品があるもんね。バカ言ってねえで、さっきんとこにニアの実取りに行くぞ。触ってもいいですか？あ、ごめんなさい。まだ撫でるのは早かったですね。私たちはもっとお互いを知るところからスタートですよね。ですね、私はエステリーゼと言います。これはもう知ってますよね。あれ、ラピード？お前誰に向かって自己紹介してんだ？私、負けません。来やがったな。バイオアクアクオンか。ヤイバンの中に行こう。バイオアクア楽できたな。また強くなったよ。油断は禁物です。俺に勝つのは100年早い。長生きなんですね。そうじゃないだろ。魔物って思ったより簡単に倒せるものなんですね。手こずるよりはいいだろ。だってかわいそうだから。ずいぶんとお嬢さんは心優しいな。俺にはおとなしく食われる趣味はないぜ。そうですよね。ここはお城の中とは違う。弱いものは強いものに食べられてしまうんですね。俺たちは食べやしねえけどな。私、魔物を倒すことに迷いません。その代わり、どんな魔物とどこで戦ったか全部覚えておきます。え？
まあそりゃ構わんが。そしてテートに戻った時、倒した魔物のお墓を建てて、そこに倒した魔物の名前を全部彫りたいと思います。いいんじゃないかな。お嬢さんの考えることはわかんねえわ。来やがったな。凶暴なことでも有名だから。その凶暴な魔物の相手はカロル先生がやってくれるわけ？やだな、当然でしょう。でもユーリも手伝ったよね。私もお手伝いします。ほらラピードも。じゃあまあこれでちょっと森の中歩きま。ニアの実は落ちてるんです。すぐそばにニアの木は見当たりませんでしたよ。ああ、あれはね、森に住む魔物の仕業だよ。縄張りだっていう印なの。それを勝手に持ち出してよかったんでしょうか。確かに譲ってもらうのも無理でしょうけど。そりゃあな、魔物の言葉なんて知らねえし。カロルのギルドで教えてくれないのか。曲がりの剣は魔物狩りギルドなの。仲良くする方法なんて僕らには必要ないんだよ。それは残念です。
僕に任せて。俺に勝つのは100年早い。全身に力がみなぎるぜ。気をつけて。本当に凶暴だから。そう言ってる張本人が真っ先に隠れるなんていいご身分だな。エースの見せ場は最後なの。これは違いますよね。うわ！これがエッグベア。なるほど、カーロル先生の花曲がり大作戦は成功ってわけか。変な名前勝手につけないでよ。そういうセリフは。来やがったな。よっと。
カロル、爪取ってくれ。いい。誰でもできる。私にも手伝わせてください。エステルは周囲の警戒な。はい。もう動かないよね。驚いた振りがうまいな、カロル先生は。花は大丈夫か、ラピード。これでルルリエの花びらがあればいいんだよね。ハルルの長のところへ行きましょう。これでよし。ダメですよ。無関係な人にも迷惑になり。誰も通りゃしないよ。うわ、待ってよ。